今回は頸動脈狭窄症についてお伝えします。脳に血管を送る大事な血管が狭くなってしまうと、脳の血流が悪化して血栓ができてしまい、さらにこれが頭の中の血管を詰まらせる原因となります。脳の血管が詰まってしまうと、脳内は血液不足となり、必要な酸素や栄養が神経細胞に行き届かなくなってしまうので、神経細胞が壊死してしまい、脳に様々な障害が起こります。この脳の血管が詰まって脳の細胞が死んでしまう病気を脳梗塞と言います。頸動脈が狭くなった時の症状。頸動脈が狭くなっただけでは症状はほぼありません。ですが、症状が進行して脳へ送る血液が不足した状態になれば、脳梗塞と同じように言葉が出にくい、手足がしびれる、手足をうまく動かせないといった症状が見られるようになります。また目の症状があります。これは頸動脈から流れてきた血栓が目の血管を詰まらせてしまうためです。具体的に見られる症状は、視界の上下半分どちらかが暗転する、視力が急に低下する、突然物が見えなくなってしまう、目の奥に痛みを感じる、などがあります。また視力以外の自覚できる症状としては、脳への血流が減ることによる立ちくらみ、視界が揺れるように感じるめまいが起こることもあります。しかしこれらは一時的な症状で、すぐに回復することが多いため、少し体調が悪かったのかなと思いそのままにした、休憩したら治ったのでそのままにしたということによって手遅れになるケースも少なくありません。もしご紹介したような症状が現れた場合には、一度病院への受診を検討してください。次のような症状がある方は、循環器内科や脳神経外科で超音波検査や MRI、MRA の検査をお勧めします。麻痺やしびれがあったがすぐ改善した、どちらかの目が急に見えにくい、真ん中が黒くなる、または全く見えなくなったがすぐに改善した、急に呂列が回らなくなったり、言葉がうまく出にくくなったが一時的で回復した、過去に何回か脳梗塞の発作を起こしている、動脈硬化の危険因子が複数ある。では次にどんな検査をするのか説明します。超音波検査。超音波検査では患者さんへの負担はほとんどありません。首の外側からプローブと呼ばれる機械を当てるだけで、頸動脈の状態、コレステロールなどが溜まっていないか、あるいは頸動脈の狭い部分の血流速度、方向などを調べることができます。 MRI では脳に対して脳梗塞があるかないか、脳梗塞の程度や範囲、脳梗塞が起きた時期などを調べます。またプラークイメージと呼ばれる血管を狭くしている部分の性質を調べるための画像を得られます。プラークが脂肪を多く含んでいて柔らかい性質であった場合は、脳梗塞を起こす危険が高いなどといったことがわかります。このほか CT 検査や脳血管撮影という検査を行うことがあります。頸動脈狭窄症の治療。